浜 FC が1点リード終盤です。井上からのボール三田、そして近藤、この辺りは近藤振り切るスピードがある、そして近藤大きな3点目。いや素晴らしいですね、シュートね、あの角度のないところから決め切りましたね。この後なんですが、ここでね開いて、まず三田から、そして近藤が仕掛けます。スピードでね置いてきたので、クロス上げるかなと思ったんですけどね。これです。そこでアウトで切り替えてですね、パクユグの立ち位置も見て。